今日はスニーカーダンクの大阪店がオープンということで定価販売のイベントに参加しております。5時から最終号みたいな話だし、1時49分やからどれぐらいね並ぶのかっていうのも楽しみですね。4時30分なんか並び出しましたね。めっちゃ来てる。おもろいおもろい。1から50が鳥です。今日は4月の23日、ただいまの時刻7時36分でございます。はい。今日はスニーカーダンクの大阪店がオープンということで、定価販売のイベントに参加しております。よいしょ。はるばる京都から大阪まで出張ってきましたよ。シュプリーム以来ですね、あのコーヒー事件、皆さん覚えてますか？はい、あの、わからない方は TikTok 皆さん見てください。やらかしてるんで、前科持ちですからね。今日はコーヒーも酒も飲まない。もともと8時半スタートやったっけ、朝のね。それでそれまでに並んであまりにも人が多かったら打ち切りみたいな話やったんやけど、まあなんか12時ぐらいの段階でも200人ぐらい並んでるみたいな話で、うん、現在スニーカーダンクさんのお話だと打ち切りになってるみたいで、打ち切りっていうか中止やな、並びが。そうですね、警察が出動したみたいな話も聞いてるし、5時からもう一回並んでくださいみたいな感じになってて、はい、今この近所のどこの公園かはようわからへんねんけど、なんか人がいっぱいいるとこそこに来てるんですけど、まあとりあえず現地見に行ってみるか、どんな感じなんか、ね、はい、なんか結構いろんな配信者の方も来てるみたいなんで、まあその辺の交流等もできたらなと思っております。まず場所確認しとかな、この前みたいに並び場所間違えるってやらかす可能性があるから。いやもうここまで来てそれはないですよ、そのミスは許されないんでね。なんでまず現地確認やわ。そうですね、下見これ大切ですから。で、まあ、今回の2日間やるみたいで50足土曜日は発売されるみたいで、メインで言ったら多分一番高いのがトロフィールームかな、まあ、あとはフラグメントジョーダン1のやつね、はい、トリプルコラボ、まああの辺やったり、トラビスのハイも出るんちゃうかな。セーター何狙うん？僕はもうオフホワイトダンクかオフホワイトジョーダン5、あのあたり行きたいなと。同日で50足ずつで計100足出るはずやねんか。はいはい。サイズが何サイズ販売してくれるかっていうのも分からへんやん。怖いとこっすよね。これ履けへんサイズのスニーカーいらんから。ちなみにその並ぶ時のドレスコードっていうのがあって、それがジョーダン1シリーズ。それだから多分みんなこの辺にめっちゃいいんだよね。多分もともと終電で並ぼう思ってあった人らが解散ってなって居場所を失って公園とかでたむろしてる感じやな。ネタ張る人とか思ったもんな。いましたね。なんか思ったよりおらんな人、みんなどこ行ってんやろな。知ってるでしょ、だって5時までやることないですか。だって今2時っすよ。並ぶとこ間違えたらもうそれだけはほんまにこの動画もボツなるんで。ここシュプリームやんな。シュプリームですね。ほんまにみんなジョーダン入ってんの。今日は僕はジョーダン1のスターフィッシュで行きました。はい、僕はイージーブーストです。並ぶ気ないやんボスからあのスニーカーお借りしてるんで、並ぶときはしっかり履き替えます。あ、みんなコンビニ前でたむろってんのかな。なんかちょっと人おるわ。あ、これあったあった、これや。ありました、これやな。このあマークありますね。あ、ここか。並んどるわ。トラビス映ってますよ。トラビスもあるし、シカゴもあるし、スマクロもあるし、めっちゃあるわね。えスニーカーダンクさん儲かってますね。ごっつええとこに店出してますわね。あれなんか張り紙、あ、ほんま書いてないですか。発売されるやつが書いてあるわ。まあまあこの辺やな、トロフィールーム、トラビス、まあブレッドもあるわな。これブレッドやんな。パテンド、あ、こっちが普通のブレッドかな。でフラグメント、シュプダン、シュプダン熱いっすね。あとは何や、ああユニオン、ストラブ、結構ええのあるやん。リーバイスもあるわ。あ、リーバイスもあるんすか。ショーもあるし、グレートブルデッドもある。豪華ですね。まあ俺これ欲しいわ。なんすか。トラビス、あ、トラビスのダンク。5時から最終号みたいな話やし、また5時ぐらいに来てみて、今1時49分やからどれぐらいね並ぶのかっていうのも楽しみですね。じゃあそれまで待っていきましょうか。はい。はい。現在の時刻が3時30分。3時30分。店前来てるんですけど、まあなんかちらほら15人ぐらいいらっしゃるかなって感じです、ね。並びの場所は違うんですけどね。あっちやったっけ並ぶ。はい。セブンイレブンの通りです。今どんな感じか見に行ってみようか。まだ散らばってる感じやな人はな。
多分この辺が並びのスタートやねんけど、まあああいう感じでちらほらもう椅子置いて待ってはる人もいるんで、ちょっとあっち行ってみようか。はい、すげえな、車の中でなんか宴会みたいな話してる。すごいっすね。並んでるっすね。みんなこの辺に集まってる感じね。こう並ぶんかな。どうなんすかね。あ、なるほどね。多分こう並んでいって。今3時30分やから5時ぐらいまではこんな感じじゃ。それまで時間潰してもしますか。よし、4時30分なんか並び出しましたね。5時からって言ってたよ、うん、4時半っすね。よかったっすね、たまたまおって。そうやな、まあ、あとは番号引けるかどうかや。こっからまた3時間耐久っすからね。何人ぐらいおんやろな。だってめっちゃ後ろまで行ってるもんね。やばいっしょ。前も結構いるな。結構並んでますね。まあ買えへんやろな。まあとりあえずこの何パーセントぐらいやな。 0.0 何パーとかやろな。はい、兄弟に入れる確率と同じかもしれないです。これはもう終電で来た回あったんちゃいます。いや、ほんまにな。だってかれこれ4時間待ってるからね。え、寝てないですから、うん、足震えてますもん僕。めちゃくちゃ来てるよ。おもろ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 。もうすごいわもう。はい、4時41分めっちゃおるな。やばいっす、1000人は余裕でおる。1000人はいますねこれ。えぐい。近くにウミンチ君いました。初コラボっすね。もう大先輩やから TikTok。 大先輩。そんなことないです。わざわざ関西まではるばると。今日は何狙ってるんですか。ないんですけど、まあ、当たったら何でもいいな。言ってないんで。あー、なるほど。 TikTok の神様やから。いやいや、カリスマ。底辺 TikTok は多分格が違うから、はい、もうありがたいですね。通ってる人みんなウミンチ君や言うて、もうすぐ写真写真って言って、俺ら誰にも声かけられへん。関西楽しんでいってください。ありがとうございます。明日も来るんで。やばやば。あ、そっか、2日連チャンで行くんや。そうですね。すごいですね。頑張り、また機会があれば。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、5時23分また整理券配られました。はい、199番、なんとかゲットしましたね。はい、これがないと抽選を受けられないと。第1関門突破やな。突破で並びにはちゃんといるから、はい、コーヒー飲んでへんぞ今日。はい、飲み行きましょうか今から。コーヒー、アホかも。でセーターが200万やな。200っす。ざっと見た感じ余裕で1000はおるな。そうですね。このまま後ろもダーッと行って。そうですね。こんな反対側にもおる感じでね。やばいっすね。まだ打ち切りしてんのかな。俺の予想2000人ぐらいおるから。そんないます。うん、まあ、2000人おったとして、はい、50足や確率2000分の50。当たるわけがねえ。どうすんの。解散させんのかこのまま待たすのかちょっとわからへんねんけど。で解散させる意味もないっすよね。うん、こっからが勝負やね。はい、ここで引けへんかったらもうただの並んだっていうだけの動画になってしまうんで。だいぶ運貯めてると思うで。貯めてますよ。スニーカーズ1回も当たってんからな。喧嘩してんの。いや、来たよ言ってたんで多分当たりましたね。久しぶりに緊張すんな。ねえ、エープとかそんなレベルじゃないっすねこれね。どうせ当たらへんって分かっててもな。乗り出したよ。199200。めっちゃ野獣な俺やん。ね、金何やろな。なるでしょう。ボス先なんで
ありがとうございます。誰も笑顔の人がおらん。でもいよいよやってる。はい。腹痛くなってきた。めっちゃ緊張する。久しぶりに。もうあと10人ぐらい。あ、ウィンチ君あかんかったわ。いやいやで。1から50が当たりです。ハズレです。1から50が当たりです。ハズレです。やりましょう。帰りましょうか。ありがとうございました。お疲れ様です。もう気分悪い、移すな。トータルが1290何人やったな。のうちの155番と。惨敗ですね。セット何番やったっけ？僕465ぐらいですかね。あんま覚えてないです。400番ってあったら覚えてるんですけど、ね。もう全然あかんわ。いやまあまあでも面白かったね、正直。まあいろんな方とも会えたし、視聴者とも触れることができたんで。まあ今回の動画ね、面白いと思った方は高評価の方よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。